学童のお姉さんやけど質問ある？ない。学童保育みんな知らんのか？学歴は？専門卒やで。ただし保育系ではない。何それ？小学生を放課後、長期休暇、振り替え休日の時などに預かるところやで。何時まで預かるん？うちは19時半までやってるよ。場所によってまちまちです。育児放棄に近い状態の児童はいるのか？今の職場にはいないかな。前の職場にはそれに近い子もいたね。ろ、根幹期。自分はショタコンになるのかな？でも発情なんてないな。お姉さん格好す。一応生物学的にも女や。抱っこ抱っこ。地域柄なのか、今の職場にはこういうあからさまな甘えん坊はいない。大体学年何人ぐらいおるん？今の職場はまだ30人程度しかいないので、1年生が過半数を占めていて、学年が上がるにつれて人数少なくなっているよ。小学生とか昼食って、夜19時とか腹減ってんやろな。ま、でもどこもそんなもんか。どこの学童にもおやつの時間があるので、ペコペコ状態にはならないかと。へえ、そうなんや。おやつも場所によって何パターンかあるんだ。1、個包装のおやつを何種類か与える。2、大袋のおやつを、ティッシュやお皿に分けて与える。3、みんなで手作りする。4、栄養士さんと調理師さんが作ってくれる。学校内にある学童は、校庭や教室で遊ぶスタイルだよ。どっかの NPO とか来てプログラムとかあるの？研修は定期的に受けるよ。今の職場は希望制だけどね。親はどういう申請をするの？説明会に来てもらって、入所希望の書類を持ってきてもらって、って感じかな。場所によっては就労証明書が必要だったりもするよ。最近、学童に履歴書送った私、気になる。正社員？アルバイト？パート？アルバイトかな？ま、全員で断られたんだけどね。また学童に応募したいな。なんかお姉さんから助言とかありますか？子供に何言われても気にしないこと。相手や自分の心と体を傷つけるような見解外なら、ある程度は止めないでも OK かっこ個人の意見です。思いっきり遊んであげること。知りたがってることは、できる限り教えてあげること。ぐらいですかね？あまり偉そうなことは言えないです。これは各教育委員会がやってるの？自治体の福祉課みたいなところがやってるの？市の福祉協議会だったり、保育系の会社だったり、保育園が母体だったり、学童が専門の事業の会社がやってたりといろいろだね。宿題とかみんなでやらんの？今の職場も前の職場もお勉強の時間があったよ。宿題やるもよし、ドリルやるもよし。学童のおばちゃんいつもありがとう。どういたしまして。ここで一本目のお話は終了です。学童保育の仕事してるけど質問ある？資格は小学校教諭一種、幼稚園、保育園持ってる。わかった。リッチマンさんやな。男やぞ。リッチロリコンやないんやな。安心してワイの子預けられるわ。ワイむしろお母さんの方が、いや手を出したことはないんやがな。ロリコンなんやがなってもいい？手を出さないなら。仕事は夕方から？基本は14時から19時半。拘束時間短くて楽そうやな。お給料はどんなもん？イベントがあったりすると残業することもあるけど、20時半までには絶対帰ってるな。あと午前中に2時間くらい掃除あるけど、自分のタイミングで出勤できるから楽や。年収は300ちょいくらいやね。はい、仕事内容考えると悪くないな。悪くはないよな。仕事辛いと思ったことは一度もないわ。年収と仕事内容は見合ってると思う？実質8時間も働いてないけど、年収300万ってどうなんやろな。どうとも言えん。Y ちゃんと年収同じで、拘束時間も少ないからほんま羨ましいで。体力いりそうなお仕事なんやろうけど。子供と2時間サッカーできる体力があればいける。一致実家暮らし？それなら割とええんちゃうかな。社宅や、出向扱いやから家賃とかは負担ない。光熱費だけ固定で月1万取られるが、社宅ならその年収でも余裕やね。ちっちゃい子たちの相手は大変そうだけど、成長していく過程を見れて活力もらえそうやし、割のいい仕事やと思うで。まあただ給与が上がらんのがな。それだけや。あの時は迷惑かけてごめんなさい。え？鬼電来てる？鬼電じゃないんや。すまんな。常にイライラしてるだろ。宿題させるときはイライラする。あとは一緒に遊んでるから特にイラつくことはない。資格いるんか？あれ？いらないと思うよ。Y はたまたま持ってただけ。資格なし未経験家だよ。女の子と男の子どっちが好き？断然男の子。女の子はめんどくさい。男の子の方がわかりやすくていい。やっぱり男の子がいいよね。早く走れたらすごい。野球で遠くに飛ばせたらすごい。サッカーでシュート強かったらすごい。こんなんやからな。ただスポーツとかできないと、あからさまに舐めてくるけどな。どのくらいお金もらえるの？年収300万くらい。上がる見込みはほぼないと思う。あと公共事業だから、年度ごとに消滅する可能性がある。まあ仮になくなっても、他のところに行くだけなんやが。ただ子供も先生を襟好みするから、あんま好かれてない先生は辛いかもな。やっぱ年寄りの人とかは人気ない。一緒に外とかで遊べないから。いいな、子供好きやから羨ましいで。女の子どういうとこがめんどくさい？情緒にムラがあるし喧嘩が長引く。あとい、目が露骨すぎる。高学年にもなると複雑な年頃なのかな。女の子は1年生から女を意識してるで。マジで男の子とは全然違う。女の嫌な部分ってあるやん。
常に群れてグループで気に食わないのがいたら虫みたいな。あれは一年でもあり得る。3月、女の子は割と小さい頃からグループ作るし、感情で動くから喧嘩も面倒そうやね。もう大変やで。学童で喧嘩して、次の日学校行かないとかザラやし。それには胃が男ってこともあってか、女の子の扱いは難しいねん。ロリコンってイメージしかない。男性の学童保育やってる人って。だよな。だから必ずは一人にならないように、常に女の先生をペアにして動いてるで。賢い。いやもちろん男性の学童やってる人が知人にいるから、まともな人はまともって知ってるんだけどさ。男性の学童やってる人ってレッテルが、イメージでもう悪い印象になってしまってる感。わかるで。資格ない人がほとんどやし、誰でもなれるからな。今の仕事は何年目？ 5 年目かな。ずっと同じ事業所で働いてる。あと最近逃走中ばっかやってる。Y 一人で30人近く捕まえるのしんどい。あと泥系みたいなルールのせいで、絶対加点し終わらない。くさ、すごい疲れるやん。子供走るの早いし。Y にはなかなかできそうにないで、すごいな。まあ勝てないわな。でもそれでいいんよ。それが楽しいらしい。Y には何が楽しいか全く理解できんが。微笑ましい。大人を翻弄するんが楽しいんかなと Y は思う。学校の先生とか親とかは、本気で遊ぶことないから新鮮なんやろな。Y は絶対手を抜かないで勝ちに行くから余計な。学童保育っていくつまで受け入れてるんや？うちは小1から6まで。昔は鍵っ子当たり前やったのにな。今は義務でこういうのに入れるんやな、小学生でも。だよな。一人で家に置くのは怖いって人が増えたんやな。楽しいけど何の成長にもならない仕事。大学生の頃長期休暇中はバイトしてたけど、就職先には選べなかった。というか学童保育園として正社員で働けないわな。せやな。Y は一応正社員やけどほとんど非正規やで。どこもそうやと思う。そうなんか。塾とか学校法人が母体？そうそう。学校法人とか塾もやってるみたいよ。末端の法人やからあんま把握してないけど。まあ入れるのはまともな親だけやろ。放置後っていうのも多いらしいけど、そういうのは家にもどこにも入れないで、よその家に押し付けてるらしいし。変な親もおるよ。自分の子が可愛いがあまりこっちに当たってくることもある。しゃあないわな。無資格でもできるってロリコンホイホイやろ。せやな。余計気を使わないと意見業界やと、思うで。まっま経由で。ゲームのおまけとか、いらなくなったぬいぐるみあげてたけど、喧嘩になるらしいからやめた。Y のとこはボードゲーム結構置いてるで。半分 Y の趣味やが、カタンとかウボンゴとかな。女の子がメソメソ泣いてるんや。喧嘩したわけでもなく、何かされたわけでもないのに泣いててな。Y が聞いても何も答えずにうつむいてる。周りの女の子がずっと一緒になって話を聞いてて、後で Y を責めてきたんや。どうやら髪の毛を切ったのに何も言ってくれなかったのが悔しかったと。めんどくさいやろ？こんなんしょっちゅうやで。わからせてー。勇気 100% 耳元で歌いてー。彼女かよくさ。多分その子はイッチのこと結構好きで、自分の変化に気づいてもらえなかったんが、相当ショックやったんやと思う。いやそんなのわからんよな。Y がまだギリギリ若いってこともあってか、女の子は多少意識してくるんや。彼女おるんか？とか女の先生にそっけなかったりとか。小さくても女は最初からちゃんと女なんやなと初めて知ったわ。Y もやってたわ。お、同業者か。転職したの？ピアノ弾ける？ピアノ弾けなくて教員諦めた。うちとも働きだからいつかお世話になるで。どうぞどうぞ。枕の草子と源氏物語どっちが好き？なんとなくでもええ。やっぱ男は源氏物語が好きやろ。ロリコンだけど、学童保育って手があるのに初めて気づいた。近場の今から応募するんやが、学童保育補助スタッフって奴隷扱い？一緒に宿題して遊ぶのが仕事や。それが苦じゃなければありじゃね？最初に書いてあるの以外にも、資格取らなあかんくなったやろ。聞いたことあるけどなんだっけか。でも確かその資格は必須じゃないからな。教員免許持ってたら取る必要はない。Y 取らされたんやが。持ってて損じゃないしええんちゃう？確か実務2年以上で受けられるやつやろ。免許持ってたら実務経験いらんで。そもそも受験するために実務経験いらなかったっけ？教員免許持ってたらいらない。持ってないと2年の実務経験必要。なるほど。筆記だけなの？難しい？放課後等デイサービスには興味ない？それやで。これは障害の子に限らないんか？普通の子もいるし、障害が軽めのひまわり学級の子もいる。どちらかというと、貧困家庭の子を対象にしてるが、今は普通の子が半分くらいやね。外事の子ってどう対応すんの？人によりケリアが、できるだけ同じ扱いをするようにはしてる。あとは親とか学校の先生とかに話聞いて、どんな対応すればいいのかは考えてるで。ただやっぱり対応は難しい。突発的に危険なことすることもあるしな。一気から見てロリコンやショタコンはどんな存在？怖い。めっちゃわがまましてたし、問題起こしてた発達外事やったから、当時優しくしてくれてた学童の人には感謝しとる。そういう子っておるんかやっぱり。そらおるよ。冷蔵庫から食料盗んだり暴力する子もいるし、本当に様々やで。やっぱおるんやな。ご苦労様やでほんま。まあでも何かを一緒にやるわけではないからな。好きに遊んでるのを見守るだけやから、学校や親ほど大変ではないわ。危ない時だけ手を出す感じやしな。
まあ教員免許あるしなんとかなるやろ。更新さえ気をつければ。教師として使ってなければ更新はいらんはずやぞ。でも執行するやろ。執行しないように更新だけはする予定や。執行せんで。いずれ結婚とかを考えた時に、転職はしないといけんと思うねん。いつまでもできる仕事じゃないしな。3年のひまわりの男の子はめちゃくちゃ活発なんや。パイプ使って2階の建物によじ登ろうとしたり、立ち入り禁止のところをかいくぐって、体育館の天井に行ったりと怖い行動が多い。ここで2本目のお話は終了です。学童保育でバイトしてるけど質問ある？何でも答えるで。男？せやで。主に何する仕事なの？学校終わった小学生たちを見守る仕事やね。運動場で遊んだりおやつ食べたりいろいろ。学童保育って小学生の面倒見るやつ？それそれ。ハゲとか陰口言われてるだろ。ハゲてないわ。ロリコン？微妙なとこやね。時給いくら？930円やね。あ、ハゲてる人のリアクションや。ふさふさなんですけど。5年とか6年の高学年になっても預けていいの？何年か前までは3年生くらいまでやったらしいけど、今は6年生まで来てるね。まあ6年生はほぼいないけどね。あれってどうやってなるの？資格とかいる？俺は近所のおばちゃんの紹介で入ったよ。バイトなら特に資格とかはないとこもう。学生、他に何かバイトやってる？学童保育のバイト一本では食ってけんやろ。高卒で暇してた時に紹介してもらったんだ。夏休み以外は昼からの勤務だから、給料はくっそ少ない。ちょっくら学童バイト探してくる。今少ないみたいで結構募集してるところあるみたいよ。少し探したらかなり出てきたわ。ジジババの介護やめて子供相手の仕事しようかな。絶対その方がいいぞ。給料は少ないけどくっそ楽しい。ムカつく男の子とかいるけど、女の子はほぼ優しいから最高やで。ありがとう人生変えてくる。マジかよ。行動力エグいな。民間？いや、違うよ。私立の小学校。民間は障害持った子が多いんじゃないかな。夏休みはプール開放とかあるところ？そうだね。大人になって入ったら、小学校のプールってめちゃくちゃ浅いんやね。学童保育で働きたいけど、こねなく働くことってできるんかね。そこら辺はよくわかんないね。募集してるとこに応募しまくったらどっか行けるんじゃない？誠実そうにしてたらいけるやろ。そもそも募集を見かけない気がする。バイトがあることを知らなかったから、とりあえずいろいろ探してみるかな。夏休み以外は昼からの勤務だから、月20万いくかいかないか程度だぞ。それでもいいのかい？宿ついでだからええんよ。子供と関わる仕事がしたいけど、今さら教職を取る気は起きんし、塾講師とかは少しイメージと違うし、学童保育は働き口があれば、割と一番やりたい職に感じていたところ。ああ、それならちょうどいい小銭稼ぎになるし、楽しめるし最高やん。おかげさまで希望が持てた、センキュー。いいとこ見つかったらいいね。学生時代やってたが楽しかったわ。ただ俺の他教師ほとんど女だったから居づらかった。主婦人と楽しく話してる間俺は片付け、ふざけんなと思ったね。俺も男一人で、あとはおばちゃんだけだったけど、優しい人ばっかで楽しかったよ。一応男の子も女の子も分け隔てなく遊んでたつもりだから、変な目で見られなかったし。ここで全てのお話は終了です。子供と全力で遊ぶには体力がいる仕事ですね。